半明宿、半明宿、半明宿、1944年、昭和19年3月24日体は、大韓民国の政治家。37大国務総理、任期、2006年4月20日から2007年3月7日、おはじめ、大韓民国国会の国会議員、第16代、第17代、第19代、ロブゲン財団理事長や旧、民主党常任顧問。 元民主党強盗、代表、2012年1月から2012年4月、などを歴任。現在は民主党の常任顧問、平安出身。2015年8月20日、大ポ院で政治資金不正受受で、懲役2年の実刑が確定し、議員職を失った。本願は、清州藩士、チョンソン女子高卒、理科女子大学校のフランス文学科卒、 1967年に大学教授と結婚。1974年にクリスチャンアカデミー行し、彼女の夫は1974年の人民革命党事件で逮捕され、10年以上服役しており、彼女自身も維新体制下で民主化運動の担い手となる女性指導者の養成に励む中、1979年にクリスチャンアカデミー事件で逮捕。 反共法違反され、KCIA 大韓民国中央情報部から拷問を受け、2年間投獄されている。1989年から1994年、韓国女性民有庁、韓国女性団体連合常任代表歴任、1994年に結成された市民運動団体の参与連帯では共同代表を務めた。女性の政治、社会参加と、 家族法の改正を一貫して主張し、性暴力防止や母性保護に関連する法律の制定にも主導的な役割を果たした。1999年、近代中政権与党である新千年民主党、新政治国民会議を改編して発足した政党に入党、2000年の第16代国会議員選挙に全国区から出馬して当選。 国会議員になった。2001年に発足した女性家族部の初代長官。2003年から2004年、環境部長官。2004年、売り党常任中央委員。第17代国会議員選挙では、軽喜道茅屋市の地方区から出馬、再選した。2006年4月、国務総理に任命され、大韓民国憲政史上初の女性首相となった。 2007年3月に、総理の座を退き、6月18日に、大統領選に出馬表明し、大統合民主新党、民主新党の候補者予備選挙に出したが、9月14日には、撤回市議会3、イヘちゃん元首相への支持を表明した。 翌2008年4月の総選挙では、民主新党と民主党が統合して結成された、統合民主党から出馬したが、李明弘大統領与党の半奈ら党候補で、元カヤ軍主、軍の主張の白政軍も、ペク・ソン・ウンに敗れた。2009年になって、首相在任時の汚職疑惑が報じられ起訴される、公説を参照。一審で、無罪判決が宣告された。 直後の2010年4月21日、6月に行われるソウル特別市長選挙への出馬を表明し、出馬会見では、リア・キヒロ・クレ・ヨクン時代の8年間の姿勢を批判し、公約として雇用や福祉、教育への予算を増額、不必要な土木と建設予算の大幅な削減を示した。また、無償義務給食の施行、無償保育教育の比率拡大、 放課後教育の大幅拡大なども提示した。そして5月6日、民主党のソウル市長候補を決定するため行われた、党内選挙において、李系康前議員との一騎打ちを制して、ソウル市長候補に確定した。全国同時地方選挙における候補者、登録最終日の5月14日には、民主労働党の市長候補である李正慶との候補者一本化に合意し、半明ら宿は、 野党4党、民主党、民主労働党、国民参与党、創造勧告党の統一候補となった。選挙戦は、当初、現職で、半奈良党の市長候補である、クレヨ君ハ半アキラー宿を、支持率で15%以上引き離し、半候補は、不利な戦いを強いられるかに見えた。しかし、リアキヒロ政権の政権運営に対して、 不満をいただいていた20から40代の有権者が、前回より多く投票したことと、相まって、クレヨ君と激しい接戦を演じ、最終的には、クレヨ君に敗れたものの、当選したクレ候補との票差は1%にも満たない、僅差であった。こうした結果を受け、ハン・アキラー祝候補は、私は敗れたが、国民は、勝利したとする談話を発表、国民は、今度の選挙で、 李ア・博政府の失勢に対し、しっかりとした審判を下した。政府は民進を直視し、国民の審判を謙虚に受け止めるべきと述べた。その後、無償給食の是非を問う、住民投票が成立しなかった責任を取って、ソウル市長の職を辞任した、クレヨ君の公認を決めるために2011年10月に行われる、ソウル市長補欠選挙をめぐって、 野党民主党の有候補として取り沙汰されていたが、すでに出馬の意思を表明していた、参与連帯創設者の一人で、希望政策所上任理事を務める僕厳準弁護士と、候補一本化で合意し、自身は、不出馬を、表明、9月13日した。民主党と、市民統合と及び、韓国労部差が合同して2011年12月16日に、結成された。 民主党合党の党指導部選挙に出馬12月26日の予備選挙にて本選候補の一人となった。そして党員、市民による投票と2012年1月15日の全党大会にて行われた大議員投票の結果、最多得票を得て新代表に選ばれた。代表就任直後、民主党合同の支持率は半なら党を大きく上回り、 院内第一党も展望できる状況になっていた。しかし、国務総理時代に推進していた、米韓自由貿易協定、米韓 FTA の再協議表明、2012年4月の総選挙における候補者予備選挙の選挙人団不法募集疑惑、公やけ子もで、旧民主系を排除して、新路派486世代を優遇したことに、大使党内外の不満を招き、 支持率を下落させ、党首としてのリーダーシップも問われる事態となった。3月20日に発表された、総選挙比例代表名簿では15位で搭載された。4月11日に行われた、総選挙において、民主党合盗は、首都圏で躍進したものの、与党、セヌリ党から第一党の座を奪取することはできず、事実上敗北した。総選挙敗北の責任を取り、4月13日に、 民主党合党の党首を辞任することを表明した。代表を退いた後は、党常任顧問に就任。2009年12月4日、首相在任中の2007年に、運輸会社元社長より5万ドル、約440万円を渡され、韓国電力公社の子会社への社長就任を、働きかけられたという汚職疑惑が報道されるが、本人は否定。同月9日、 11日に検察当局が要請した任意での事情聴取を拒み、争う考えを示した。同月18日に逮捕された。これに対し、民主党は、捜査は、政治的工作であるとの見解を表明している。2010年4月10日、一新裁判部は無罪を宣告した。検察の起訴は、リア・キヒロの意中に従って、野党の有力な政治順において、 悪意的な捜査と見られる意見もある。一審の無罪判決直後、2ヶ月後に予定されていたソウル市長選挙への出馬を表明し、6月2日の選挙では落選したものの僅差での敗北であったことから、選挙後に半秋らしくの職疑惑捜査を再開するとていた、検察当局が捜査を再開するかどうかは微妙な情勢となったも報じられた。また、 5万ドルワイロ事件とは別に、韓国建設会社元社長のハンマンホから9億、ウォン・フォー・政治資金受受事件で2010年7月に起訴され、裁判が行われていたが、こちらの方でも2011年10月31日に、無罪が宣告されている。2013年9月16日の、ソウル高等法院は9億、ウォン・フォー・政治資金受受事件に関する、 高訴心で一審の無罪判決を取り消し、懲役二年の実刑と追徴金八億八千万ウォンを宣告した。これに対し、本人は政治的判決ではないかという疑念を消すことができないとして上告することを明らかにした。二千十五年八月二十日、王奉院は、半明ら宿側の上告を棄却し、懲役二年と追徴金八億八千万ウォンの刑が確定し、 元首相では初めて金銭の不正受受が確認され、拘束習慣されることになった。判決確定を受け、ハン・アキラ・シュクは、報道資料を通じ、政治弾圧の鎖に縛られ、罪人になってしまったと、改めて潔白を主張。新政治民主連合代表であるムン・ジェインも、司法部に対する期待が崩れてしまい、惨憺たる心情だとコメントした。8月24日に、 ソウル拘置所に収監され、2017年8月23日に2年の刑期を終え、刑期堂の犠牲府刑務所から出所、文記省元国会副議長や理解、三元首相をはじめ、約 100, 100人の支持者が出迎えた。2004年に国家保安法廃止法案に署名したことなどから、左派との見方がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。